こちら苦手レスキュー999。虫が苦手、動物が苦手、はたまた人間関係が苦手。この番組は苦手レスキュー隊員のケータニーが地元静岡の皆さんの苦手をレスキューするラジオプログラムです。合言葉は読み取る、聞き取る、受け止める。苦手レスキュー999。静岡の皆さん、こんにちは。ケータニーです。本日もたくさんの苦手の SOS が届いています。早速紹介する前に、今日もスペシャルゲストをお呼びしています。静岡県内あらゆるストリートを制覇した伝説のラッパー MC ビターハンドさんです。どうぞ。 Hey yo、 俺は MC ビターハンド。静岡の苦手を紡いでくスタンス。そびえ立つのはマウント富士。 MC の最高峰 MT 富士。耳かぽじって聞けサイレンスヒール。静かな丘から苦手をアピール。そびえ立つ我らが富士山。ご来光に向かってブチハンズアップ。それでは本日の苦手を紹介したいと思います。静岡市にお住まいのラジオネームミニ四クマさんの苦手です。僕はプラモデルを作るときに接着剤を使うのが苦手です。集中して部品をくっつけていると目が疲れてヘトヘトになってしまいます。プラモデルは大好きですが不器用なので作業が進みません。一体どうすればいいでしょうか。というわけで本日の苦手はプラモデルで接着剤を使うのが苦手。その苦手しっかり受け止めました。実際接着剤はどんな気持ちでいるのでしょうか。早速僕と MC ビターハンドがプラモデルの聖地静岡に行き、接着剤の心の声を聞いてきました。それでは接着剤に代わって歌っていただきます。 MC ビターハンド、スパイ接着大作戦。俺はジェームス、プラモデル用ボンド。コードネームはゼロゼロ。あ、言うわけにはいかない。要するに俺の仕事はスパイ。任務中は誰も信用できない。現在潜入中、ターゲットに接近中。見つかりそうになったら秘密兵器の疲れ目ビーム。現在潜入中、ターゲットに接近中。怪しまれそうになったら秘密兵器の疲れ目ビーム。ターゲットに接近中。というわけで接着剤のジェームスプラモデル用ボンドは現在スパイの潜入中だったのですね。潜入中なので人にジロジロ見られたくないことが分かりました。接着剤もいろいろ大変なんですね。今度プラモデルをするときは定期的に休憩して接着剤から視線を外してあげたら、きっと接着剤も任務に集中できそうですね。それではお別れの時間となりました。今日もお付き合いいただきありがとうございます。読み取る、聞き取る、受け止める、苦手レスキュー999。また来週のこの時間にお会いしましょう。苦手なものがあったらレスキュー。牛乳苦手なあの子もレスキュー。一人で悩まずこちらに電話して。トリプル